数年前の話ですが、埼玉のちょっと奥の方にお墓参りに行った帰りの話。田舎の方だから電車がまだもうちょっと来そうになくて、駅のホームでガラガラ家族で電車を待っていると、同じホームに東南アジア系の男性発見。特に気になるわけでもないので、あ、外人さんいるな程度に思ってたんですけど、しかし少し経ってその外人さんが時計を気にし始める。すると突如急にホームの床に半畳分くらいの敷物を敷いてひざまずく。何事？うちの家族みんなこんな感じ。そして外人さんは手を合わせたり床に手をついたりお祈り開始。初めて間近でイスラームのお祈り見ちゃったよ。本当に時間になったらどこでもお祈りするんだと声に出さずに驚きやっちゃううちの家族。ところが初めて数秒も経たないうちにピンポンパンポン、番線に行きの電車が参りますのアナウンス。外人さんも気づいたらしく、急にお祈りのスピードアップ。こっちもその事態に気づいてハラハラワクテカ。間もなく滑り込んできた電車は扉を開く。うちの家族は乗り込む。まだ乗れない外人さん急速祈りをさらにスピードアップ。滑車のベル鳴る、やばいぞ。最後はなんかお祈りは終わってないような気がするんだけど、外人さんは敷物をひっつかんで電車に転がり込んでました。初めてのイスラームのお祈りとの出会い、そのお祈りのスピードといい、乗れるかどうかのハラハラ、いろんな意味で興味深かったです。最後はそれでも転がり込めてよかったねってことで和み。